はい、こんにちは。はい、こんにちは。今までこう服紹介したりとか、こうお金貯めますみたいな動画を上げてたんですけど、やっぱりどうしてもこうネタがないんですね。それで上京してきて、こう投稿頻度を、まあ、ちょっと上げていきたいなって考えてる中で、こうどうしようかなってこう考えてたんですよ。もうほんまに。こうやって考えてたんですよね。自分がこんなポーズ撮ると思ってなかったです。正直ね。考えるときこういうポーズ撮るんかなみたいな。その、考える人ってこういうポーズ撮ってますけど、自分がまさかこういうポーズをして考えることになるとは思ってなかったです。でも考えたんですね。やっぱ一番好きなのはまあ洋服なんですよ。まあ、服ってことはですよ。まあ、いいですよね。衣食住のいいなんですよ。で、こう自由に関しては正直あんまりこう興味がないというか、どこでもは言い過ぎですけど、まあやっていけるというか住んでいけるというか、家に関した動画ってやっぱちょっと難しいな。じゃあ何かってさ、もう分かりますよね。食なんですね。衣食住のいいと食に重きを置いてちょっと動画をやっていこうかなと思って、まあ、決して料理が得意とかそういうのじゃないんですよ。けどやっぱりこのお金を持ってるわけじゃないんで、やっぱり自炊とかそういうのをしていかないといけないんですけど、やっぱちょっとめんどくさいじゃないですか。それでまあこうコンビニに頼ったりとか外食に頼ったりとかしてたらお金も余計なくなるし、でも自炊したいけどめんどくさいし、でも動画でこう自炊したらできるんじゃないかなというか、自炊をするために動画を撮る、そういう考えに至ったんで、今日からちょっとまあ、続くかわかんないんですけど、まあ、上京したいボーイ自炊日記ってやつをちょっと今日一発目やっていきます。お願いします。じゃあ早速ね、料理の方していきたいと思うんですけど、まあ、僕料理苦手でも、まあ、得意でもないというか、なんかちょっと好きの部類というか、クックパッド見たら、まあ、大体のもん作れるっていうギャルいるじゃないですか。まあ、あいつらぐらい料理できるんで、まあ、あいつらがほんまかどうかは置いてるんですよ。あいつらぐらいは料理できるんで、今日はやっていきます。そして何を作るかっていう、これが重要なんですけど、僕がほんま小学校の時に初めて作り方を覚えただし巻き卵、そのだし巻き卵を今日は作ります。けど一つ問題があって、僕ほんまにこの後すぐ、もうちょっとしたら、こう出ていかなあかんんですよ。出ていかなあかんくて、なんかスーパーとか行ってる暇ないんですよね。だからこの家にあるもので私巻き卵を作るんですけど、なんせこう、まあ、引っ越してきて、まあ、1週間とかで一切料理もしてなくて、調味料とか卵あるのはしてたんですけど何やるかわかんないんで、こうあるものだけでちょっと私巻き卵を、だから、だしとかもあるかもちょっとわかんないです。はい。ただ、絶対だし巻き卵は作るやろなと思って、これね、昨日これiCare で、買いました。これなかったらマジで始まれへんからね。うん、言ってるもんな、この、狼も言ってる。これなかったら、始まれへんわ、ってこう、言ってるよ。知らないけども。ちょっと、価格変えました。もう料理の手元とかはちょっともう見てもしゃあないと思うんで、こういう感じでここだけ作るとこだけこう見れるように価格だけ変えました。じゃあまず卵を割りたいけどスペースがないです。はい、スペースを作りました。料理作りながら喋るのちょっと難しいんで、ちょっと動画飛び飛びになってしまうかもしれませんが、お許しください。僕いつもやったら何入れるかって言ったら塩だしで、フレッシュ、コーヒーに入れるフレッシュと、まあ、味の素ちょっとと砂糖ちょっと、それをちょっと探していきたいと思います。さっき言ってたやつ、
探しますって探し出したんですけど、一つもなかったです。で使えそうやなと思って見つかったのがめんつゆで、ほんだしで、マヨネーズなんか入れる人おる気すると思って、ちょっとこの3つで頑張って作っていきたいと思います。はい、頑張ります。これも邪魔なんで取ります。そうね、はい、めんつゆ、まずこれあれ多分希釈系なんで、これちょっとほんまにあんま入れすぎたらあかん気がするんで、ポチョってが2回ぐらい、2ポチョぐらい入れました。で、まあやっぱだし巻きなんで、ちょっとだしは必要かなっていうので、この顆粒の本だしのやつですね。これはちょっと重要な気がするんで、こうやってさーっと、あ、入れすぎたんですけど、だいたいよこの4ポンポンですね。4ポンポンぐらいで4ポンポンぐらいで、はい、ちょっと自分で笑ったの恥ずかしいです。マヨネーズ多分入れる人おる気がするから成功する気がします。マヨネーズもあんまマヨネーズの味が強くなっても良くないんで、まあちっちゃい脳みそぐらい入れてください。これぐらいですね。これぐらい入れました。はい。He is mixing eggs. マヨネーズが溶けきらへんのですけども、このままもいきます。Coffee break. 油敷きました。おうよ。フライ返しがないのか、この家には。フライ返しないな。ちょっとフライ返しないので、このヘラでやります。やばい、ちょっと焦げたし、焦げた。はい、なんとか完成はしました。ちょっとね、食べていきたいと思いますけど。じゃあ、いただきます。なんかちょっと、なんやろ。クレープみたいな感じですね。ほんまはもっと上手にできるんですよ。マジで。もっと上手にできるんで、まずこれはリベンジさせてください。でも、とりあえず食べさせてもらいますね。なんか悪くないっていう感じ。どっちつかず全然面白くないんですけど。正直全然食えます。全然美味しいというか、なんかその、家に、何があるか分からへん状態で作ったら面白くなるかなって思ったんですけど、すごい浅はかでしたね。普通に食える。だし巻き卵。ちょっと焦げただけで。生田絵梨花さんが元乃木坂46の、乃木坂ってどこっていう番組で作っただし巻き卵みたいなのを作りたかったんですけど、やっぱりこれ小学校から作ってるだけあって、こうある程度の調味料があればこうできてしまったっていう、そういう結果っすね。これより全然できひん人おると思います。普通に美味しいっすね。ごちそうさまでした。まあ食えんことはないぐらいの感じ。いや
なんなら全然美味しいみたいな。だし巻き卵を作りました。めっちゃできたらよかったし、めっちゃ失敗してもよかった。そっちも面白いっていう感じだったんですけど、なんか一番面白くない結果になったっていうか。まあでもこれがリアルなんで、それはほんまに、それリアルやから、うん、ほんまにな、うん、ちゃんとするから、ほんまに、リアルやから、うん、はい。次は普通にちゃんと自分で材料揃えて、だし巻き卵を作っていけたらいいかなって思ってます。はい。また料理動画見たいよっていう、そういう人いたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメント、コメントが一番嬉しいんで、なんかこういう料理作ってくださいとか、こういう動画見たいですとか言ったら、コメントしてくれたら嬉しいです。お願いします。それ、全部してくれたら、歓喜。それだけ。じゃあ、